山内康豊は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名、初代とっさ藩主、山内和豊の同母帝。天文18年、尾張国岩倉城主、織田信康の家臣、山内森豊の四、男として、同国黒田城にて誕生した。その後の行動は不明であるが、一説では、織田氏への士官を潔しなかったため、兄、 和豊のもの元に身を寄せるまでの間は、老老の生活を過ごしたと言われている。元気三年頃から織田信長の嫡男、信忠に仕えたが、本能寺の変で、信忠が明智光秀の襲撃によって自害した際、安豊は早々に逃げてしまったという。その後は、溝口秀勝に仕えたものの、兄、和豊の将兵に応じて、山内家に帰参、その補佐に勤めた。 関ヶ原の戦いの後、和豊が土佐藩主となると、慶長6年6月、安豊は土佐中村に満国に封ぜられた。ただし、江戸幕府は安豊の所領を土佐藩の師藩として公認したわけではなかったので、安豊時代の土佐中村藩は正式に認められていなかったとの説もある。慶長10年に和豊が死去すると、その養子師となっていた安豊の長男。 忠義が、土佐に大藩主に就任する。しかし弱年だった、忠義のため、安豊が2年間ほど貢献人を務めた。寛永2年8月29日、死去。去年76。安豊の家督は、次男、正豊継いだ。なお、山内家18代当主、山内豊明は、安豊は、兄より優れた人物だったと評した。ありがとうございます。